どうも、クーリンです。マスターズ甲子園まであと3日。今日はクーリンズメンバーに練習を手伝ってもらいたいと思います。こちらのメンバーです。どうぞ。ブルプンです。てっぴーん。キュキュワキュン。今日はですね、青森の厚生学院出身のゴリポンに当時やってた練習とかも振り返ってもらいながら、ちょっと取り入れながら練習したいと思います。では早速キャッチボール。球では早速バッティングをしたいと思いますが、今日はですね、お借りしているのりさんバットでバットの遠心力をうまく使うことを意識しながら振りたいと思います。まずバント。うわ、めっちゃいい音する。バントするだけで楽しい。このゆっくりのバントで、すでに公式楽しすぎだろ。あ、いた。ギリギリ人選上のありや。そうそうって基本アウトコース行くよな。そうそう。インディから出る。外から出るぞ。この辺でしょ。インディブルめっちゃ走ってる。外めっちゃ届く。このバット。外の届き方エグいよ。気持ちいい。なんだこの楽しさ。めっちゃ気持ちいい。公式打つの軟式の10倍は気持ちいい。こんなの毎日できてる高校球児うらやましい。大事にしよう。一日一日一球一球。何の表現。さあ、体も温まってきたところで厚生学院トレーニングいきましょうか。まずホームから12メートル取って、そこからピッチャーガチ投げします。それを打ち返すの。はい、木製で。あ、ここの時気づくでした。その練習の意図は、まあなんていうんですか、そのやっぱピッチャーの生きた球、全力で投げた球を捉えるのと、まあやっぱ速い球になれるっていうのでやってましたね。ダメ、怖っ。めっちゃ下がってる。ゴリが大エースに。球速が急に上がった。もうよし、よっしゃ、あっちに行くわけです。よし。確かに強行進すげえわ。近いと。むずっ。ビビって。
ってるなぁ。これはいい。やったな。ということでやってみたんですけど、めっちゃくちゃむずいです。で、何も考えないように無心でボールに向かっていきたいと思うんですけど、やっぱ速い恐怖心からバットを折られたり、もしくは手しびれたりっていうのを想像しちゃうんで、こう集中力に欠けるというか、とにかく難しいですね。平常心で臨むのが特に難しいです。でもその中でアプローチしていく中で無心になれる瞬間もありまして、これが続くと多分もう一皮こう向けていくのかなと。非常にいい練習ですね。さあ見せてもらいましょう、厚生学院のゴリのバッティングを。バキバキやんお前もう。何してくれてんのお前。すいません。頼むでお前、ノリさんのバット折るなよ。うわマジ怖え。ギャグちゃうぞ。いやゴリポンいい練習だね。いやマジ怖いっす。これ高校時代もこんな感じ？まあそうっす、ね、先輩もバンバン打ってた？バンバン打ってましたね。すごいね。いやでもめちゃくちゃいい練習になったなと思うのが、バッターもそうやけどピッチャーの方が自信つくね。まあある意味投げ込みみたいなもんなんピッチャー、うん、インコースとかアウトコースの出し入れでやっぱゴリもさ、インハイ攻めた後にアウトコース行くともう全然全然だったじゃん。はい、やっぱああいうのって結構実際の投球にも生きてくるよね、はい、あこうやったらバッター押されるのかなみたいな、はい、打者心理がより分かるというか、はい、だからバッターの練習なんですけどピッチャーの練習にもすごくなるなと思いますし、ピッチャーの自信につながる練習でもあるのかなと思いました。ということで五輪に手伝ってもらって、これで東京での練習を終えて甲子園に向かいたいと思います。おそらく1打席ぐらいの勝負だと思いますので、全力でスイングしてたとえ結果出なくても楽しんでいきたいと思います。強豪相手に活躍をするというふうに監督もおっしゃってますので、それに貢献できるように頑張りたいと思います。それでは今日の動画は以上となります。バイバーイ。仲間とあの場所めがけ
朝眠い目をこすって出かける。玄関出る前肩にかけてぐ気持ちと道具詰め込んだエナメル半端なし命かけた分フォーシーズン服は汗だく気持ちは負けたくないから駆け出すあの土の上で輝く。